はじめまして、宮地です。2023年最後の動画は今シーズンの JAL 昇格戦をお送りいたします。今回固形村で理想的な後取り瞬間の試合で JAL に上がることができました。どうぞご覧ください。ほら、上ですね、牛戦通して2パいや、むしろ妻子が来てくれた方がいいんですけどね、私的には弁護士 C 誰が優秀があるんですよね。超えるなぁ、いいけど弁護士早いから上下で追い切ってもいいけど、場所は確認したいですよね。伝わりは確認して、基本はまあ1戦目です。ゆっくりやります。ハッピーセットの方で、よかったね。斧は無視です。来たと、いや召喚かな。終えるのは脳幹なんですけど、脳幹を打った場合弁護士に飛びにくくなるから、脳幹ですね。ワンちゃん釣れる可能性があるのは脳幹でも、虫を消費できるから虫の方でもいいです。姿見せてそこ封鎖になってるんで、弁護士のところ倒すかな、うん、お一発入りますが、それはい、一回入る。回せたかな弁護士。出てきてる、上いますね、脳幹いる。別に脳幹釣りでもいいけど、あっちか、椅子、椅子じゃない、暗号機ある、椅子があるかな、あればあるね、すり替えたい、椅子あるかな、間に合う椅子、拾う必要なかったのよね傭兵。まあ話したかったんでありでしょ、来ますね、 OK です、完璧、とりあえずね。初動はね、ハッピー。思ったより傭兵の回復が早かったから。
してないから、あとは置いとけばいい。あまり寄らない方がいいですね。来れないと思う。来る必要がないもんね。そこにとどまる必要がないから。あれは傭兵？これは傭兵？落ちてない。落ちてる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 。見つけた。トロトロトロト。弁護士だった。グレイよりはすごいんだ。こんばんは。あとコテ1個なんですよね。救助してもそれはそれで美味しいんで、でも多分弁護士が、あ、逃げた。そう、ここあれかな、なんかあっち行った2人いるな。傭兵は2人から2台他にいなかった人。傭兵が残ったのであれば、傭兵釣ったら傭兵を釣れるのではございませんか。なんか、自分の立場分かってらして。確かに傭兵は納棺されますが、もう納棺使ってくれちゃった方がよっぽど楽なんで。弁護士がどこにいるか全然分かんなかったです。もう回ってない。そっか、別に傭兵は行く必要はなくって、パクパクつく。
多分あれだと思うんですけどね、弁護士いないか、おかしいですか、みんな一瞬しましたね。親も回ってない、これ傭兵かな。どっちでもいい、みんないるノーカーン、ゴー、不審初動4殴りです。すごい久しぶりに、はまりました、綺麗に。弁護士全然なんで、回してる？回してない獣、離れない、落ちてはない、ちょっとうわうわしてる、押してない脳幹されたとってですよね。どこに捨てるか知りませんけど、あっちだ、じゃあそこじゃない、グレーよりはクマ大胆だろこれ行かれると困るんで、一応戻るだけは戻りますけど、一旦来たら嫌な、まあ、あそこの砲器は捨ててここ3台守るって決めたんで、あ、グレーノルが来ない、あなんですけど、上がっちゃう上乗りをちょっと決めたんですけど、決めたんですけど、あっちの方回してますね。決めたんですけど、決めきれなかった感じです、はい。このリスリ注意、はい、カラス、向こう浜は2台新規なんで上がんないです絶対。グレーヨルナットない勝ち、なりました。いかがでしたでしょうか。相変わらずね、チェイスは下手なんですけれども、なるべくチェイスを避ける立ち回りをしてみました。せっかく写真世界がありますので、まあ、追うだけではなくてこういった立ち回りもやっていけたらいいかなと。できれば狭いマップでもね、編成によってこういった動きを取り入れていけたらいいかなとは思っています。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。2024年も皆様にとって良い年になりますよう。